Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky ではここでこれまでの功績をたたえ秋山監督から花束の贈呈です。
次に選手会長本田雄一選手から花束の贈呈です。そしてここでサプライズゲストの登場です。斉藤和美選手のためにこの方も駆けつけてくれました。小久保博樹さんです。秋山監督、本田雄一選手、徳保博さん、ありがとうございました。ではここで斉藤和美選手よりファンの皆様にご挨拶を申し上げます。プロ野球人生18年間、怪我に始まり怪我に苦しみ怪我に終わった18年間でした。でも僕は怪我をしたことで大事な先輩とも出会い、いろんなことを気づかされ、いろんなことを感じることができました。今は正直怪我してよかったと素直に思っています。怪我をしたことでいろんな人と出会い本当に感謝しています。良き先輩、そして後輩、九州福岡の皆さん、ホークスの皆さん、今まで出会ってきた皆さんに僕は成長させてもらったと思っています。どうしようもなかった自分をいろいろな形でいろいろなことを教えてもらい成長させてもらい本当にありがとうございます。野球を出会ったことで本当に成長させてもらいました。その野球を子供の頃から継ぎさせてくれた両親、そして野球をやる
きっかけを作ってくれた兄にはこの場を借りてお礼を言いたいと思います。父さん、母さん、鬼、ありがとう。対談会見をして2ヶ月が経ちましたが、長いのか短いのか分かりませんが、幸せなことに野球をやりたいと思わない日々が続いています。そこまでさせてくれたホークス球団関係者の皆さん、本当にありがとうございます。そしてどんな時にでも熱い声援、本当に力になりました。ファンの皆さん、本当にありがとうございます。本日をもちまして斉藤和巳は新しいスタートを切りたいと思います。18年間本当にありがとうございました。これより斉藤和巳選手は皆様への感謝を伝えるために場内一周いたします。皆様どうぞ温かい拍手でお迎えください。まだこれからですよね。本人が言うように一歩踏み出したわけですから、はい、しかしもう本当に今野球をしたいと思わない、それくらい長くやっぱりあの投げられない中でも、いずれは来るんじゃないですかね。したいと思いますか。今度生まれてくるお子さんが男の子っていうことですから、やはりキャッチボールしたいでしょうし ね、 そういう意味では、いつの日かはやっぱりユニフォームを着てくれるとは思いますよね、はい、そうですね。そしてここで王会長から斉藤和巳さんへ花束の贈呈があると、ね、やっぱ王会長がいたからこそね、今の斉藤和巳はありますからね、はい、会長から何か言葉がかけられまして、うなずく斉藤和巳さんは笑顔で答えています、はい、まあ、斉藤和巳がいなかったら、王監督の胴上げってなかったかもしれませんし ね、 あ、そうですね、やっぱ20勝したり18勝ってなかなかできないですよ ね、 そうですね、はい、王会長から斉藤和巳さんへ花束が渡されました。そしてホークスの選手たちが今、斉藤和巳さんの近くに来ましたね、多分この中に的場がいるでしょうから、やっぱり彼も万感の思いあるんじゃないですかね。何せバッテリー賞を受賞した間ですからね、日本ハム戦のね、あのやはりマウンドに崩れる、ね、的場が後ろにひっくり返るという、ああいう経験もしましたしね。今胴上げが始まりました、斉藤和巳さんがナインによって今胴上げされています。まあ、さよならの胴上げじゃないですからね、はい、ありがとうの胴上げとこれからのね、やっぱり船出の胴上げですから、はい、66番にちなんで6回っていうことだったんでしょうかね、はい、あ、今大きな輪ができておりまして、斉藤和巳さんが皆さん、選手たちにね、ありがとうというふうに伝えております。まあ、今日京都の方からね、ご両親もお兄さんもね、奥さんも来てましたんでね、
でも嬉しいと思いますよ、これだけファンに囲まれて引退をするっていうことは、はい、なかなかできないことですから。そうですよね。だからそれだけの実績と彼の人柄ですよね、はい、そうですよね、人気と、はい、まあ、これからやっぱりそういうものを背負い続かなきゃいけないんで、やっぱり頑張ってほしいですよね。そうですね、いつかちょっとゴルフを対戦したいなと思うんですけど今ゴルフやってるっていうんで ね、 そうなんですね、今だったら斉藤和美勝てるかなって、これだけはね、そのうちすぐ抜かれるかもしれませんけどね、はい、今首脳陣と、握手をしながらね、まあ、この辺はね現役で対戦した人もいらっしゃいますし ね、 そうですね、一緒にやった仲間ですからね、はい、本当に、多くのファンに愛された、まあ、その愛された理由としてはもちろんそのパフォーマンス、それからピッチャーとしての能力もそうなんですが、はい、幾多の怪我を乗り越えてマウンドに上がってきたということをファンも知ってたからでしょうね。いや、 やっぱりかっこいいですよ、背も高いし、ね、男前やし ね、まあ、そうですね、やっぱり何をする人もかっこいいもん、やっぱりそれを備えてますから ね、 そうですね、もっともっと見たかったんですけど ね、 そうですね、もう一度マウンドで投げる姿見たかったですけどね、これはやはり本人がやっぱり、ね、はい、考えて結論出したことですからね、はい、まあ、きっともうマウンドで投げる姿は見られないかもしれませんけれども、はい、まあ、でもそれに似たピッチャーがやっぱりホークスから、そうですね、明日投げる東山だとかね、その人ずいぶんあるわけですから、辰巳にしてもね、やっぱ頑張ってほしいですよね。